はい、今回の動画は24時間限定の使い捨てのメールサービスをご紹介します。で、サービスのサイトはこちらになります。で、このサイトの URL の方はまた動画の下の説明欄の方に入れておくので、動画見て気になったという方は URL クリックしてこちらのサービスのサイトに来てください。で、今はインターネット上の様々なサービスを登録するときにメールアドレスを入力するっていうケースがね、結構あると思います。で、登録するサービスによっては、そういったサービスに登録することによって、迷惑メールがたくさん届くんじゃないかとか、あと個人情報が抜かれるんじゃないかという形で不安に思うケースもあると思います。そんな時にこちらのサービスを使うと、こちらのサービスはメールアドレスの方が24時間後に自動的に削除されるものになりますんで、少し不安に感じるようなサービスに登録する時なんかに使えると思います。で、使い方も非常に簡単で、こちらのサービスのサイトに来てもらうと、ここにね、メールをコピーっていうのがあります。で、この下のところにちょっと動画だと見づらいかもしれないですけども、メールアドレスが割り振られてますんで、これはですね、このサービスに来るたびにですね、自動的にここが変わります。で、ちょっと更新ボタンを押してみましょうかね。更新ボタンを押すと、今ここがね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、このアドレスがね、どんどん変わっていくというものになります。で、実際にメールアドレスを使いたいときは、このメールをコピーっていうところをクリックします。はい。そうすると画面の方が切り替わって、このアドレスの方に送られてきたメールはこちらの画面に表示をされて、24時間後にはですね、このアドレスが使えなくなるといったものですね。はい。といったことで今回ご紹介したこのメールサービスですね。普段使っているメールアドレスでちょっと登録したくないな、なんていうサービスに、お試しで登録するなんていう時に使えるのかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。